ぐわたるおすぐわたるおのお暇なら映画でもすぐわたるおの新作映画紹介我真的叫你大貨你被海軍的時候不是這樣我你怕不怕ということで、今回はですね、中国映画ザ・クロッシング、香港と大陸をまたぐ少女、この映画についてご紹介したいと思います。わかりやすいタイトルですね。香港と大陸をまたぐ少女の話なんだろうなと、いう感じがあるわけですけれども、まあお話の内容としては、香港と深圳の間で行われている密輸問題ですね。この密輸組織で女子高生がお金を稼ぐために働いているというところを描いた映画となるわけですけれども、この映画ですね、すぐは大絶賛ですね。めちゃくちゃ良かったです。ちょっと近年稀に見る良さの映画でしたね。いやー、見始めてすぐに、あれ？これひょっとして名作なんじゃねえかというふうに思ったんですけど、このひょっとして名作なんじゃねえの感が最後まで続きました。あーやっぱなー、そうなっちゃったか、あーっていうところが一切なく、最後までめちゃくちゃ良かったです。で、この映画何がそんなに良かったんだいと言うとですね、まあ、一言で言うのはなかなか難しいんですけど、主人公の女の子、ペイちゃんっていう女子高生が主人公なんですけど、彼女の心の機微っていうのを、セリフとか、そういったものではなく、映像で見せているっていうところが、僕はすごくいいなと思ったんですよね。正直言って今の邦画界にはない、本来の映画のあるべき撮り方というか、そういったこの心の機微を映像で見せているっていうところが本当にうまく美しく綺麗に撮れていて、それが監督の独りよがりの撮り方ではなく、しっかりと観客僕たちにも伝わってくるし、あざとくもなくシンプルなんだけど確実に伝わってくるっていう方法で、撮っているんですよね。カメラワークだったり、まあ、画角演出いろんなものを含めて、僕はね、そこが本当に素晴らしいというふうに思いました。社会派の映画というふうに捉えることもできると思うんですけど、それはまあ、あくまで物語の下地であって、やっぱ中心はこの女子高生、主人公の女子高生、まあ、ペイちゃんって言うんですけど、その女子高生の心模様っていうものをしっかりと描いているっていうところが、素晴らしいなというふうに思いましたね。手を抜いているシーンはないんじゃないかなと。すべてのシーン、すべてのカットでそれが伝わってくるっていうのが、僕がこの映画を大絶賛している、まあ一番の理由っていうことになりますね。まあ物語も当然いいし、そういう社会問題的な定義というか、そういったのもいいんですけど、まあやっぱ何よりもですね、登場人物たちの心の機微が映像を通して見えるっていうところがね、僕の中では大絶賛の理由ということになるんですね。素晴らしい映画でした。本当に。ちょっと良かったですね。この映画、監督は白い雪と書いてバイ・シュエさんですね。この映画が初監督作品。デビュー作ということで、素晴らしいですね。デビュー作でこれができて、末恐ろしいというか、ね、名監督になっていくんじゃないかと思わせるこのデビュー作。ね。すごかったです、本当に。で、このバイ・シュエ監督の、師匠というか、まあ、この映画のプロデューサーもやっているんですけど、が、タ・ソウソウと書いてティエン・チュアン・チュアンさんと、いうことなんですね。ティエン・チュアン・チュアンさんに映画の
ノウハウを教わって、彼の生徒としてバイシュエさんが今回まあデビューを飾ったとなるわけですけれども、このチュアンチュアン監督、戦士なんですよね。この監督は戦士です。青いタコという映画を撮った監督で、青いタコの人って思いました皆さん。思った人、ちらほらいますね。思わない人、いますね。はい。青いタコという映画を撮って、まあこれは、あれなんですよね。文化大革命に関する映画を撮って、で、このティエン監督は、制裁を受けたんですよね。中国当局から。10年間映画を撮ることができなくなったという、この映画を通して中国と戦う中国の映画監督ということなんですけれども、まあ彼の生徒ということでこの映画を見るのも、まあそれなりに面白いかなというふうに思いますね。やっぱ社会派ですから根底にあるのはこの映画。その香港と、深圳で毎日毎日行き来している女子高生っていうね、越境通学っていうのをしている女の子のお話ですから、そういったところもやっぱね、映像から溢れる力強さというか、そういったものを感じるところは、こういった師弟関係から来ているのかもなぁというふうに思ったりもしますね。まあ、ちなみに僕ら日本人はね、字幕でこの映画見ることになると思うんで、よくわからないと思うんですけど、このザ・クロッシングね、ほとんどのシーンを方言で喋っているんですって。セリフを方言なんて言ったっけな、関東語か、関東語でいいのか。関東語の映画であって、中国では普通はっていう中国の標準語が一般的にあって、映画とかも大体その普通はっていう喋り方、まあ標準語で撮られることが多いんですって。っていうかほとんどそうなんですって。この関東語、方言で喋ったりしていると、都会の人からね、いや標準語で喋ってくんないっていう風に嫌味言われるような、そういったことが中国国内ではあるらしく、そういうこともあって中国映画っていうのはほぼ全て、この普通はという標準語で撮られることが当たり前なのにもかかわらず、この映画は関東語、方言でほぼ全編撮られているっていうところが、まあ、バイシュエ監督のこだわりでもあるし、やっぱそういう、これが中国なんだ、みたいなね。そういった主張というか、広東語を喋っている地域なのに標準語を喋っているっておかしいでしょ？広東語を喋っている地域なんだから広東語を喋るのが当たり前でしょ？なんで標準語に合わせて、ありもしない言葉を喋んなきゃいけないの？みたいなね。そういったのが多分あるんでしょうね。監督の中に。だから普通は全部標準語に直しておしゃべりをする、セリフを取るっていうのが当たり前の中で、この方言にこだわって撮影したというところも、まあ監督の強い意志というかね、そういったものを感じるんじゃないかなというふうに思いますね。戦う師弟コンビという感じがしますよね。で、主演のペイちゃんがね、まあとにかく可愛いというのも大事なポイントではありますよね。このなんていうの、普通の女の子っていう感じ。演技の仕方とか映し方とか全体的に全部が普通の女の子っていう感じがしてね、すごく好感が持てるし、演技も多分上手かったんだと思います。まあ実際演技の上手い下手っていうのは母国語じゃないとわからないんですけど、ただ違和感は全くなくよくできてたんじゃないかなというふうに思いますね。ペイちゃんは誰だっけ、ホアン・ヤオさんですか。良かったですね。すごく良かったです。まあこれ見るといろいろと受賞歴もありますね。もっと取ってもいいと思います僕。本当に良かったんで、まあもちろんね、派手さとかそういったのはなかったんですけど、まあもちろんってわけでもないけど、やっぱストーリーを一応言いますとですね、クリスマスに
北海道旅行に行きたいと思っている女子高生のペイちゃんですね。親友二人で北海道旅行に行きたいというふうに思ってるわけですね。雪を見てみたいんだと。雪を見ながら温泉に入って日本酒を飲んでみたいということを夢見ている女子高生ですね。友達は、おばさんが大金持ちなんで簡単よと言ってるけど、ペイちゃんはですね、大金持ちではないんですね。生活に苦しい家庭に生まれているので、その北海道旅行の旅費を稼ぐために携帯電話の密輸組織で働くことになりましたということなんですね。まあこれによって様々なことが起こってという、そんなストーリーなんですね。この携帯の密輸組織で女子高生が働くっつうのが現実味があるのかないのか、正直香港事情、中国事情はよくわからないですけど、多分そこまで珍しいことではないのかもしれないという感じがありますね。香港はどうしても密輸がすごく日常的にありますもんね。中国といえばコピー品、密輸品、そういったことがありますもんね。まあこの映画ですね、ド派手なアクションとかないわけですね。密輸組織で働く女子高生ものなのにド派手なアクションはありません。CG を駆使した異次元の映像みたいなものも一切ありません。普通の映像ばっかりです。この映画あくまで描いているのはですね、ペイちゃんのこの心を描いてるんですよね。ペイちゃんの心を描いているんですけれども、かといってですね、なんかモノローグがいっぱい入ってくるとか説明台詞で状況を伝えるなんていうことも全くありません。演技とか表情とか仕草とか、あとまあこれが一番光るセンス抜群の素晴らしいカメラワーク、こういったことで僕たちにペイちゃんの気持ちを伝えてくれているわけですね。めちゃくちゃいいです。ペイちゃんのあらゆる面、まあ、ペイちゃんだけじゃなくてね、周り全員、キャストみんなのそういった、演技とか、全部いいんですけど、やっぱ僕はこのカメラワークにすごいセンスを感じましたね。良かったです。なんか昔の日本映画見てるみたいな感じ。昔の日本映画ってやっぱセンスで撮ってるっていうのがあるじゃないですか。ここのシーンでこれを見せるみたいな、ここのシーンではあえてこれを見せないとか、そういったセンスがこの、バイ・シュエ監督には多分あるんじゃないかと思いますね。非常に良かったですね、このカメラワーク、映像の使い方、シーンのカットの仕方だったり演出だったり、全体的に全部良かったですね。今この画面の左側にある予告の映像で携帯電話を渡されたシーンがありましたよね。ペイちゃんがひょんなことから密輸組織と関わっていくっていうことになるわけですけれども、このシーン正直邦画だったら携帯電話渡された瞬間に携帯電話のアップを映して、でこの後ペイちゃんがまあお家に帰ってね、自分の部屋で携帯を眺めながら、うわーこれ絶対やばいやつだよなーみたいな、そういうことを一人思うっていうシーンが出てくるわけですけれども、その時も邦画だったら携帯のアップを映して、でさらに携帯、密輸品の携帯をまあ計らずとも渡されたあの瞬間のシーンをプレイバックして、でまた携帯のアップ映して、これって絶対やばいやつだよなみたいなことを独り言でつぶやくみたいなことを邦画はするんですよ目に浮かびますよね、そういうシーン。ああやりそうだな邦画だったらと。でもそんなのなくても僕たちには絶対伝わるじゃないですか。そういった余計な演出っていうのはこの映画には一切ないっていうのもすごくいいところだというふうに僕は思います。そういった普通の映画、心を映すペイちゃんの今感じている感情とかそういったものを僕たちにこれ見よがしに説明するっていうシーンは一切なくて、ただ僕たちはそれを見ているだけで、でも感じることができるっていう演出方法になっているんですよね。素晴らしいと思います。
これはただの一例、今言ったのはただの一例で、全体的に全部そういう作りになっています、この映画。だからストレスがないんです。僕よく観客をバカにするような作り方はしないでほしいっていう風に言うんですけど、この映画はそういうことが全くないです。ちゃんと僕たちはそういった丁寧な作り、いわゆる今のシーンで言ったら携帯をアップにして、これは携帯ですよって見せてもらう、でこの携帯はさっき偶然に税関を通った後に何か逃げている男の人から渡されたものに入っていたものですよっていうことを丁寧に説明されなくてもわかるじゃないですか。僕たちってわかることをいちいちやらないっていう風にこの映画は作っています。それが当たり前のシンプルなことなんだけど素晴らしいという風に思いますね。でこの映画ですね、一応この中国国内、まあ、香港と、中国本土にある一国二制度の問題とか越境通学に関する、まあ、社会問題っていうのがこの映画の根底にあるんですよね。ただあまりそこは気にしなくていいというか、どっちでもいい部分で、描いてる部分はあくまでもペイちゃんの心なんですけど、ただ一応ここは知っといた方が分かりやすいかなと思って、見る前に一応ね、お伝えしておくとですね、一国二制度と越境通学っていうのが、中国にはありまして、香港にはね、まず香港で生まれれば香港の居住権っていうのがもらえるわけですね。香港の居住権がもらえると、香港の税制を受けることができるということになるわけですね。香港は税制度が非常に優遇されているんですよね。義務教育は完全無償、そして税金とかも安いし、消費税もないんですね、香港は。で、学校のレベルも香港の方が高いんだということがあるわけですね。まあ、このペイちゃんは、香港と深圳っていう、まあ、隣ですよね、香港と深圳は隣で暮らしていて、お父さんは香港に勤めていて、お母さんは深圳に暮らしていて、ペイちゃんはお母さんの、深圳のお母さんの元で生活をしながら、毎日香港まで通っていると、学校にね、そういった状況なんですね。まあ、香港の方が、まず学校が無料だし、レベルが高いし、いいことずくめっていうことなんですよね。で、一国二制度のこの問題が、この映画の中に出てくる、この密輸に関するところになるんですけれども、まあ、さっきも言ったように、税金が安いし、関税もめちゃくちゃ安いわけですね、香港は。で、消費税がない。ということで、香港で、まあ、この映画の場合、主に iPhone、携帯を取り扱う密輸なんですけど、香港で携帯を、まあ、買って、それを中国に密輸すると、お金が儲けられると。まあ、関税、消費税、その分が、利ざやとして自分に入ってくると。そういうことをやって稼いでいるということですね。まあこれは香港中国の密輸っていうのは本当に横行しているらしくて、地下組織とかいうレベルじゃなく、その辺でみんなやってるぐらいな、そんな状況みたいですよ。でそんな中、ペイちゃんは香港と中国の2つの、ID を持っているっていうことでね、非常に密輸組織としては重宝される存在ということみたいですね。なかなか難しい問題がありますな。ということが一応ありますけど、ただ、まあ、この辺は映画を見てればなんとなくわかるし、わからなくても問題ないというふうに思います。で、一応ま、今回のこの映画、まあ、当然、邦題なわけですね。中国での題名は、これだそうです。过春天。过春天。ということで、聞こえましたかね。春を過ぎるっていう意味に日本ではなるみたいです。こういったタイトルで映画中国ではやっていて、まあ、春を過ぎるっていうタイトルで女子高生が主役で、まあ、密輸問題だったり、まあ、そこから絡んで恋愛問題だったり、友達との関係だったりっていうのが描かれていくわけですけれども、いかにもね、青春映画っぽいタイトルですよね。この春を過ぎるっていうこの感じ、青春映画っぽいタイトルなんですけど、これは実は密輸業界の隠語だということなんですね。
税関をすり抜けたという意味の隠語として、この春を過ぎるという言葉が使われているんだということで、これが中国語のタイトルということになってるみたいです。税関さえ通り抜ければ、あとはいいことしかねえぞっていうことですよね。税関を通り抜けるっていうのが、まあ、とにかくキーワードになってくるわけですけれども。ただ、何度も言いますけど、こういった社会問題っていうのは、正直この映画、どうでもいいと僕は思っています。まあ、人によって見方はいろいろあって、ここを重要視して見てももちろんいいですし、ね、一国二制度、越境通学、そういった問題、様々あって、そこをフューチャーしてみるのもいいんですけど、ただやっぱり僕が考えるこの映画の素晴らしい点っていうのはですね、物語があって、それを映像にしているっていう点ですよ。映画の基本というか、シンプルですけど、これが、特に今の日本はですね、できてないんです。物語があって、それを映像にするっていう、ただそれだけがね、なかなか今日本ではできてなくて、これは本当にうまくそれができていて、過剰な演出とか、過剰なセリフとか、過剰な演技っていうのは、必要ないんですよね。この映画にはそういったものが一切ありません。本当にシンプルに、ペイちゃんの、ある時期からある時期までっていうのを映し出したに過ぎない映画だというふうに僕は思うんですよね。このペイちゃんが主人公なんですけど、彼女がズバ抜けて特殊な境遇にあったということもないような気もします。まあ学校が一つあったら一人か二人こういったことをやってるやつもいるんだろうなぐらいな、そんな感じかなっていう感じがしますね。その普通さ、がすごくいいし、本当に昔の名作日本映画見ているような感じのこのセンスの良さっていうのをすごく感じるし、やっぱ脚本が素晴らしい、そして演出が素晴らしい、カメラが素晴らしい、演技が素晴らしい、ペイちゃんが可愛いと、そういった感じの映画で、もうお世辞でも何でもなく本当にすぐは大絶賛です、この映画。いや、良かったです。だから見れて、普通に多分映画公開してって僕、この映画見に行かなかったかもしれないんですよね。まあ行ったかもしれないし、わからないですけど、いやー、この映画をこうやって見ることができて、今回ね、この映画の配給、日本の配給であるチームジョイさんに声かけていただいて、見せていただいたんですけど、本当に良かったです。見れて、もしかしたら出会えなかったかもしれない映画だっていうふうに考えると、だから僕、映画見終わった後、思わずメール送っちゃいましたからね。僕に声かけてくれた方に、映画すごく良かったですと。声かけてくれてありがとうございましたと。もしかしたら、教えて、こうやって誘ってくれなかったら、僕は見れなかった映画かもしれないです。見れて良かったですっていうね、メールを送ったぐらい、本当に良かったですね。派手なアクションとか、大金をかけた CG は一切ありません。監督も新人なら役者も無名です、全員が。ただそこに素晴らしい脚本と素晴らしいセンスがあったからこそこれが作れたんだというふうに僕は思います。とっても良かったです。おすすめです。もし時間があったら皆さんもぜひ見てみてください。ザ・クロッシング香港と大陸をまたぐ少女は11月20日から全国ロードショーということになります。予告編の CM とかだと、なかなか面白さ伝わらないかもしれない。これ難しいと思います。この映画の予告作るのは、どこか一個のポイントが面白いとかじゃなくて、全体を通じて面白いっていう映画なんで、まあ、青春映画というか、人生映画というか、人生の一部を切り取って、っていう映画というか、そういった感じが僕はしました。めちゃくちゃ面白かったです。ザ・クロッシング香港と大陸をまたぐ少女、今回はこの新作映画紹介をいたしました。ということで、皆さん劇場に行きましょうか。ちゃんとね、映画館に行くときは映画館の指示に従って、まあ、マスクとか、ね、間隔空けるとか、ちゃんとやってくださいね。映画館に迷惑がかからないように、
映画館で映画がまた上映中止とかにならないように一人一人は心がけて、映画館で楽しんで映画を見てもらいたいなというふうに思います。ということで、皆さんお聞きくださいましてありがとうございました。すぐはカルオでした。バイバーイ。ペイちゃんが本当に自然で可愛かったんだよな。